これなんだろうけど、どこだろうね。おお、これか、これか。おお、こいつはどうだ。違う、これ当たりです、バレットさん。あ、これなんだ。エンシェントマターの回収はこれで。と、あれ、周辺に異常値を確認。この反応は何だろう。すみません、少しお待ちください。ハードゲームじゃなかった。コンドルフォートか、懐かしいな。戦術訓練で使ったことがある。ボードゲームにもなってるよね。ウェッジたちがハマってて。私も異常値が急上昇。ティマさん、ダメです。ジュマンジじゃねえか。ジュマンジ。援軍だ、援軍が来たぞ。でん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 。オリジナル版の格ゲーを思い出すね。どうなっちゃったの私たち。俺1周目の時コンドルフォートのイベント全くしなかった。なんだなんだ。ティプア、あ、ギルガメッシュじゃん。あとは頼んだぞ隊長。これゾロだったね。援軍の皆さん、神羅軍はもうすぐそこに迫っています。どうか力を貸してください。え、でもないか。おい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 、時間がありません。我々の作戦を説明するのでちゃんとついてきてくださいね。ということで、コンドルフォートの世界、エンシェントマターの持つ不思議な力に導かれ、ボードゲームコンドルフォートの世界に取り込まれてしまいました。エネミーに勝利すれば調査が進みます。敵はバーバリアンを倒せばいいんだね。ヒーローユニットと舞台ユニット、ね、クラウドはヒーローユニットね。2体選べます。ティファ、バレット。まあまあ、強さ的には、クラウドバレットの方がいいのかな。舞台ユニット。攻撃、攻防バランス、攻撃、防御、籠城用。まあ、デフォルトでいいでしょう。はじめだし。で、ゲーム開始。まあ、やってみないとわからないからね、何事も。多分タワーディフェンス系のゲームだと思うんだけど、まずはユニットの配置。ウェイトモード。ATB ゲージを消費。まずは、アタッカーをこの辺に。アタッカーとアタッカー、あ、縦狙い、縦エースアタッカー。やばいやばい、来てる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 、すっげー来てる。2溜まった。弓に強いのはアタッカーでいいのか。立てー、やばいやばいやばい、いっぱい来てるいっぱい来てる。ヒーローユニットは条件は、あいつ死ぬぜ。耐えろ耐えろ。
守っても勝てへんっていうのがようわかるな。いくら守っても勝てへんっていうのがようわかるな。クラウド、アタッカー置いた瞬間にやられたんだけど。いつクラウドやバレットは置けるんだ。タイムリミット。敵無限ヒーローユニット置かなきゃダメだよ。これいつ置けんの。ヒーローユニット、強い強いっていうか一瞬で抹殺した。ボコレー、みんなでボコレー、やめんかい。とりあえず1個いけ。クラウド、よし、いけるかこれ。バレットも あと15秒しかない。エース当たった。壊せ壊せ。あと3秒。あールールがよくわかんない。とりあえず剣に有利なのはディフェンダーなんで、まずここにエースディフェンダーを置く。でエースシューターを後ろに置いて盾を刺してる間に後ろから。こいつにはエースアタッカーが有利に戦えるんで、エースアタッカーを置いて、一撃必須。あの属性の有利不利をね理解して、よしよし。で次右側に盾が来てるんで、盾に強いのはシューターなんで、ちょっと先に壊しちゃえばいいんだよね。頑張って耐えろ。ヒーラーを置いて、頑張れ。あーよし、
さすがにボスに喧嘩売ると大変やな。あかん、死ぬ死ぬ。はわざとこの辺まで呼んできて、こっちの攻撃が で、ここでもう食らうですよ。アタッカー呼んでこれ殺して、あとはもう全員でボコる。よし、さすがに今回は勝てるだろう。いけ、食らうぞ。あとは全員でボコるんじゃ。エースは使える数だ、やっぱ限界があるみたいな。はい、タコ殴り。多すぎるよ、数が多すぎるよ、支え。やったぜ、エンシェントバターだ。やったー、我々の勝利です。お主らのおかげで助かった。礼を言うぞ。ギルガメッシュです。隊長、援軍の皆さん、次の戦いの時は迫っています。奴らはまた必ず攻めてきます。俺たちと一緒にここで戦いましょう。まいったな。まいった。あー、持ってかれた。プリンセントマター。あれに見えるわ、あれに見えるわ。なんだったかは思い出せんが、あれは我が探し求めし者。待て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 。隊長、あ、帰ってきた。何だったんだ。私たちゲームの世界にいたよね。なバカな。ていてとこだが。すごい、こんな現象が起こるなんて。僕のデータベースでも類似の例は見当たりません。俺のデータベースには類似の例あるけど。でしょうか。これにあの異常値を。落ち着け、チャドリー。で、どうするよ。エンセントマターはあっちの奴らに持ってかれちまったぜ。そうか、エンセントマター。微弱ながらエンセントマターのエネルギーを確認。ということはコンドルフォートへの入り口も再び開かれていると考えられます。早速確認に向かってみましょう。すごい楽しそうで何より。えらい感情豊かなアンドロイドっすな。さあ次は、島だね。この位置はファストトラベルポイントにもなってる。じゃあまあそうだね、ここを回っちゃったら一旦町行こうか。チョコボスポットをね、いくつか解放したいんだけど。コンドルフォートか、面白そう。七番街ではすごく流行ってたんだよ。私やってみたい。できるかな。もちろん。ねえ、レッドはこういうの得意でしょ。レッド、どう？受けてたと。ほほー。じゃあ約束、忘れないでね。のんきなもんだな。結構実り全然ないなって思ってたんだけど、今いっぱいあるね。
思いっきり来れてるじゃないですか。ここまでね、ついてこいって言われたら行くしかねえ。ここ2カ所だけだったよね。オープンワールド、ゲームあるある。1つ目のマップで気合い入れすぎて、2つ目のマップ以降は意外にチャチ。あ、あと2カ所あるか。クラウドさん、ライフストリームを調べたと共和国時代のクラフトチップが埋まっている場所が分かりました。海沿いにある。なんだかんだで4カ所あるみたいだね。3階と共に眠っているようです。この辺りは戦争中に激しい砲撃を受けたらしく、クレーターがいくつも残っています。足元に気をつけて進んでくださいね。フラグかな。そう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 、そこ回って帰ろうと思ってたね。ちょうどいいちょうどいい。うん、向きはこっちだね。意外にね、直線距離突っ走るとすぐ到着できるんで。上がれないみたいですね。ダメみたいですね。水場からは上がれない。お、この子らは戦ったよね。それではアイテムクラフト、みのりちゃんいっぱいあるじゃん。ハイポーションじゃ回復量が足りないんだよな。ミストハイポーション、そしてレベルがアップしたことでミックスハイポーション、エーテル。いやー、いろいろ作れるようになったかな。星の恩恵、またこれ次のマップっぽいね。恩恵はフルパワーリスト、ね、10% アップ。パワーリスト。レベルを上げないとね、どうしようもないんで。まあ、みのりちゃんを集めましょう。アンクローリーダーといえばね、有名なキャラクターが思い出されますね。まあ、ほとんどの人はロードローラーで覚えてると思いますが、なぜか OVA 版はアンクローリーになりました。まあ、普通に考えてね、ロードローラーが爆発する理由がわからんからね。タンクローリーだったらね、中に石油とかガス入ってたら爆発してもおかしくないから。MP が倒しに行こうか。相手してやらん。やっやっ。ガーディ。いけいけ、雷。確実に。氷。みんなの頼んだぞ。いいとこ見せなきゃ。やっ。もうその MP が。そこだ。あるそっちは大丈夫。そっちはどうだ。吹いて、はい、届けろ。ダメージどけどけ。なに、散れ、届く、落ちろ。
リザバ戦闘やろう。しまった。やそれ落ち着いていけ。協力してこ。おう、きっざまに。まずはお前が。はあ、どけどけ。うわ、狙う。よかった。やったぜ。MP 全然ないからちょっと戦闘厳しいね。コンドルすぎ。花粉すごそう。ん？あ、クレーターになってるってことは絶対ボスいるやつじゃん。やだな。絶対ボスいるじゃん。ショートカットポイント欲しいな。一回待ちって回復したいって思ってるんだけど。お、星の実り、あ、星の実りも作れるんだ。匂いどこや。ん？ある程度の場所出てる。優しい。改造キット3。すぐそこだった。よし、エレファバング貝。貝まで行くとね、店売りより強いんだよね。だからまず作らないとダメなんだよな。チョコボストップがここだからね。ここにあってほしいね、せめて。ん、いた。ほら、どこだ、どこだ。よし、これですぐここに戻ってこれる。あったあったあった。ここのボスと戦うのもここの方が近いもんね。電波塔もね、電波塔でもファストトラベルできんのか。よしよし、これで安心して帰れる。じゃあちょっとね、村でイベント進めに戻りましょうか。どうせ依頼受けてね、世界回ることになるんだし。修復、ね、ということで回復は使えません。撫でてやるよ。よし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 。いやー、かわいいねー。うん、オッケーだね。
ちょっと気になってるとこだけ行って帰ろう。ここ来る途中にね、一応山チョコボで登れるやつがあったんで、ここだけ登って、今の鳴き声は何だった？さっきのとこのやつでしょ？あれあれ、あれだけちょっと登ってから。よし、うん、おう、もっと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 、おお、もっとだ、どんとこい。登れない。泣くんじゃないエンディングまで。そうだね、コンドルフォードのとこに繋がってるだけだったっぽいね。星の恵みで、コンドルフォードのここも確か飛べたはずなんで、そうやね、オッケーやね。この端っこが微妙に残ってるのが気になるけど明らかにね、敵がいそうだった。多分依頼で来ると俺は思ってる。ここにね、あまりにも戦闘しやすそうなマップがあると思ったんで。よし、それじゃあね、ファーストトラベル、こっちやね、ここだね。じゃあ町行きましょうか。ここね、おそらくあのユフィのところのはず。もちろんセーブ。ということでチャプター4なんでね、2番を更新していきましょう。よし、オッケー。